ってんのかよ。そんな可愛い感じで父ちゃんが起きっかよ。見とけよ。今日はほかげの就任式とかいう大切な日だろ。自分で起きろってばさ。じゃあ私は羽織取ってくるね。あれ、まだできてねえのか。うん、ごめんね。なんか刺繍屋さんがすごくこだわりの強い職人さんで。これだけは誰にも譲れん。わしの長年の責任じゃ。歴代おかげ、すべての刺繍を入れてこられた方らしいんだ。それで完璧なものを仕上げるから就任日のギリギリになるって言われたの。そういや、加賀先生の時間に合ってなかったような。うん。そっか、そんなに時間かかんのか。ええ、これから受け取りに行くんだけど、式に間に合わないといけないから私はそのまま会場に行くね。だから子供たちと一緒に先に行っててくれる？わかった。早く食べろよ、お前ら。はーい。ごめんください。ありがとうございます。うん。これなら間に合いそう。ナルト君、似合うかな？お待たせしました。ひなたか。ナルトはまだなの？そろそろ時間になっちゃうよ。え、まだ主人来てないんですか？昨日羽目を外しすぎちまったか。そんなことないよ。あ、これお願いします。はい。私見てきます。大変ですね。だね。おーい、二人とも行くぞ。やだ、持っていくの。ダメだ、まだ疲れて。どうせ俺が持つことになんだから。邪魔だから置いてけって。持っていくの。みんな来んのにそんな恥ずかしいもん持たされる俺の身にもなれってばさ。恥ずかしくないもん、かわいいもん。かわいくないもん、恥ずかしい。何やってんだ。父ちゃんの大事な日なんだぞ。おい、二人とも！ほら、父ちゃんが呼んでっぞ！やだ！もう行かねえと間に合わなくなっちまうんだけどよ！やっちまった。悪い。でもお前が引っ張らなきゃ。え、母ちゃんと同じ目。